左下が、マレ島。右の空港のあるのがフルレ島空港。滑走路36水上機ターミナル飛行機と着陸。ベラナ国際空港は、モルディブの首都マレ市、フルレ島にある国際空港である。過去に3度改明をしている。1966年4月12日に、モルディブ唯一の国際空港として、首都マレ付近のフルレ島に開港。 当時の名称はフルレ空港であった。1980年代前半、当時の大統領イブラヒムナシルによって、マレ国際空港と改名される。2011年7月26日の独立記念日、モルディブ政府は、イブラヒムナシル元大統領に敬意を表し、公式に、イブラヒムナシル国際空港に空港名を変更した。2017年1月1日、 アブドゥラヤミーン大統領が掲げる経済政策の一環としてベラナ国際空港に名称変更。ベラナはイブラヒムナシル大統領の家の名前に由来する。2018年9月18日 A380 運用可能となる ICAO 飛行場等級会高度対応新滑走路が旧滑走路の東側を一部埋め立て新設テスト運用で エティハド航空の A380 が運航された。従来は島全体が空港施設とホテルで埋め尽くされており、敷地も限られていることから滑走路に平行誘導路が設置できないため、滑走路の両端にターニングパッドが設置されていたが、前日の新滑走路運用開始によって、従来の滑走路が誘導路として運用されることとなり、運用が効率化される。また、 従来は空港島からモルディブ首都のマレ島は海で隔てられていて船やボートなどの水上交通により結ばれていたが2018年8月30日に空港島南部からマレ島に向け橋梁開通で車両での行き来が可能になったがこれら事業は2014年に中国との首脳会談で決定していて空港は北京上て集団が施行していて 協量名称も中国モルディブ友好郷とも呼ばれている。航空会社や利用クラスにかかわらず有料で利用できる空港ラウンジも設けられている。ニューイヤーブリングズニューネームツーモルディブメインエアポート miharu.com2017 年5月9日閲覧モルディブメインエアポートリーネンドヴィラナインターナショナルエアポート maldivesindependent.com2017 年5月9日閲覧ピベトルプロジェクトグローバルタイムズ www.globaltimes.cn.2019 年7月19日閲覧エッティハド航空マレノベラナ国際空港の進化走路に A380 で着陸フライティムニュース フライティム、2019年7月19日閲覧。モルディブで、中国の支援による、海上橋が開通中国国際放送局。ジャパニーズ、クリー、CN、2019年7月19日閲覧。インク、ケ k デジタル、世界ミニナビ、債務で主導権を奪う、中国の自爆にハマった、スリランカ、モルディブにも迫る。ケ k ニュース。 2019年7月19日閲覧。ラウンジ、プラザプレミアム、ディスカバー、A プラザプレミアムラウンジ、グローバルエアポートサービスローケーションス。プラザプレミアムラウンジ、2019年7月19日、閲覧。スリランカ航空、7月から成りコロンボ線の経路とスケジュールを変更。フライティムニュース。フライティム、2019年7月19日閲覧。 香港航空、7月10日から香港、マ稀戦に就航。フライティムニュース。フライティム、2019年7月19日閲覧。ありがとうございます。